皆さんこんにちはマーケットディーパーの時間ですえ今回は理想なアセットマネジメント運用戦略部チーフストラテジスト黒瀬光一さんをスタジオにお迎えしています黒瀬さんこんにちははい,よろ,いよろしくお願いいたしますさあ11月に入りました本当にあの10月はいろんなことがあって、まあ、金利の上昇とか波乱含みの相場でえこのままもうあの景気交差していくんじゃないかみたいなそんなムードありましたが ズバリここかからどううでしょうか、はい、あの,このき長期金利の上昇がアメリカ止まらなかったらですね、はいはい、私は相当大変なことになっていたと思います。はい、ですけれども、これ、よく深掘りしてみると、うん、相当に無理筋があって、はい、私はもう長期金利はピークをつけた、はい、それによって株価が低迷する時期もほぼ過ぎたというふうに思います。はいはい となると、じゃあ、ここから明るい見通しが来るのかそうです、ね、ということですね。はい,そい、はいえー。その背景には一体何があるのかということで、えー、プロの視点では FRB 長期金利高め誘導は無理筋であった。そして、えー、後半のディーパーではシリコンサイクルの底が近いということで、はい、なんかちょっと明るい話が聞けそうです。はい、今日もどうぞよろしくお願い,い、はいはい、よろしくお願いいたします。さて、 一つご案内があります。なるほど投資フェス2023、11月23日、両国で開催します。会場セミナーのお申し込みは、満員御礼にて締め切りとさせていただきました。お申し込みいただきました。皆様ぜひ、当日会場でお会いいたしましょう、えー。オンデマンド配信もやるということで、ハイブリッド開催なんですが、オンデマンドでご覧いただきたい方は、まだまだ受け付けております。そして、えー、各セッションのタイトルも決まってまいりました。 日本株、それから為替、貴金属、そして米株市場ということでテーマも確定してまいりましたので11月23日に向けて各講師いろいろと今資料作成に当たっているところですぜひオンデマンドで見たい動画で見たいという方はまだまだお申し込み受け付けておりますのでこちらの QR コードを読んでいただいて詳細ご覧いただければと思います皆様のご参加お待ちしています では、マーケットチェックから参りましょう。先週のマーケットディーパーの放送から1週間で比較して表記しております。えー、いろいろね、今日はいろいろな資料の中で、米株金利、ドル円も出てきますので、ここの、黒瀬さんの資料に出てこないところから、ちょっと見ていただきたいんですが、はいはい、原油が、そうですね。すっごい下がってるんですよ。うん まあこれあの株式市場から見てあの不透明な外部要因二つあって金利とこの中東情勢でした。はい、した金利はこの後詳しくお話しするんですけれども、中東情勢はもうあの、あまり金融市場には影響ないということで飛ばします。はいはい、その意味でこれちょっと今も見ておきたいんですけれども、うん、まあ中東情勢が不安視されている割には、原油価格ってはっきりもう下がってるんですよね。はい、そうですね、はい。で、これの意味するところは、まあ今のその中東情勢がですね、 本当にこの中東戦争に拡大したって原油価格が冒頭するとか、うん、それはもう考える必要はほぼないかなということを反映していると思います。はい、はい。それにしても、まあ、コモディティですから、需給を反映している部分もあるかと思うんですが、はい、確かサウジとロシアは自主減産までやって産、協調減産してるんですが、それでも下がるんですね。そうですね。あの、もともとこの原因はですね、うん、アメリカのバイデン大統領がサウジに増産を要請しにわざわざ 出向きましたねところがサウジはロシアと組んで減産しますということで、はい、完全にこれもうあの袖にしたで、ね、んですよね、はい。それにアメリカサイドとしてももう黙っておれんということで、はい、アメリカは減 いうの増産をして輸出をしていますはい、はい、ですから原産と増産をこれバランスするとですね、はい、やっぱり増産の方がちょっと多いんじゃないかということからこれ動きになった一つの原因になっています、はい、アメリカも世界一の生産大国であるということですねそうですよねそうするとまあ足りなくなった分はアメリカがいっぱい掘れば需給はバランスしちゃうということになるんですね はい。まあでも、あの、原油がこう、落ち着いてくると、インフレ圧力も落ち着いてくるという意味では、まあ、引いては株価にとってもプラスですかね。はい。これは来年に向けて非常に明るい材料の一つになると思います。はい。はい、ありがとうございます。では早速見ていきましょう。プロの視点です。FRB 長期金利高め誘導は盛り筋であったということなんですが、FOMC 二回後連続で金利の引き上げというのをね、停止しました。まあ、見送りましたということなんですが、はい、なぜならそれは長期金利が上がってるからやる必要がないんだみたいな話が出てきましたね。はい。はいはい、あの、そういうふうに説明はしてるんですけれども、うん、これ、丹念によく見たらですね、はい、僕は FRB は相当無理筋なことをやったと思います。無理筋。はい。これ、あの、私なんかずっとよく見てるんで、こう、チェックしていくとですね、はい、FRB は5月に利上げを終了宣言というのを一回出したんです。 そうでした、ね、はい。で、はい、ところが6月に、はい、いや、終了じゃなくて、一時停止だに変えて、年内に2回利上げするって言い出したん。はい、はい。で、7月限に利上げをしました。はい。で、8月に入るとジャクソンホールで、いや、これからは決め打ちせずにデータ次第って言ったんです。ああ<ー>、はい、確かに。それが8月。はい。で、ところが9月に入ると、実際にはですね、えー、FOMC で利上げをせずに、 2024年の利下げの回数を4回から2回に減らしたんです。おー、そうですね。これがアメリカの長期金利が上がる頃もきっかけになりました。はい、あのチャートで見るとこういう形の推移で、7月のところ1000引っ張ってますけれども、はい、あの去年以降の長期金利でいうと4.3。 はい、を去年のの月につけたたというのが一旦ピークでした、はい、これ抜いてきたのがやっぱり9月頃だったんです。うんその意味ではやっぱり FRB のこれは効いたんです。なるほどただ、今後はデータ次第と言っておきながら、はい、データなんかあるわけない2024年の見通しが変わるってどういうことですかうそうですね、確かにそうですね。はい、でこれは私はもう明確に、はい、FRB は金利の高め誘導をやったと思います。あなん 来年の利下げ回数を減らすことで、まあ、より長く、より高く金利を誘導する。なんか、ハイヤーフォーロンガーって言葉がありましたね。ねはい、これですかはい。それをやったと思います、はいで。なぜやったのかというとですね、今から振り返ると、これ赤い線がアメリカの10年国債金利。軸左です。はい、上行くと金利上昇。うんうん、で、青が株価で、はい、右の軸で反転してます。はい、ですから去年の前半はですね、 金利上がって株が下がったんです。はい。で、ところが去年の10月に、長期金利がピークつけて下がり出した。はい。それ見て株が上がり出したんです。はい。はい、で、かつこれを見てですね。 金利が下がったことで、住宅価格まで盛り返したんです。ですね、住宅着工まで盛り返した、はいで。これが景気を持ち上げて、はい、それによって、えー、インフレは落ち着いてるのに、はいうん、このままだとまだ不安は残るということになってしまったと思います。ですので私は FRB は後から振り返ったらですね、 もう相当無理筋な理屈をつけて、長期金利を上げに行ったと思います、はい、なるほど、政策金利ではなくて、はい、まあ口先で長期金利、市場金利の方を誘導するという,そうです、ね、ことをやった、はい、よく日本で YCC、はい、これも市場金利10年ものをですね、中央銀行が操作するなんてけしからんっていうふうによく言われますけど、<laughs> はい、同じことこれやってるんです。と、はい、いうことなんですね。はい はい。ただまあ、その効果があってですね。はい。景気はやっとちょっと軟化してきたっていうのが、この1週間、2週間の動きだと思います。はい。実はですね、アメリカはこの1ヶ月ぐらい、結構、決算発表良かったんです。ああ、はい。<で>悪くないのに、でも下がってましたね。そうなんだね。はっきり出てきたのが生成 AI っていうのは、これはいけるだっていうことだったんですよね。はい。ところが、この長期金利が上がってる。 中東情勢。この二つの不透明要因から株価も下がってたんですけれども、うん、まあ中東の不透明要因はだいぶ晴れてきた。はい、それから長期金にも、えーまあ、ちょっと無理筋があったので、さすがにそろそろピークかなという動きになってきた。はい、ということを考えると私は、えー、この後はもう一回、 景気が本当ににどううなるのかというとといいいころに戻っていくと思います、はい、その景気ですけれども、はい、まあ今年前半はね、やっぱ、あのー、景気交代懸念というのがあった、うん、あるいはハードランディングなんかソフトランディングなのかノーランディングなのかいろいろ議論ありましたが、はい、どうでしょうか、はい。結論から言うとですね、その議論が1年持ち越したと思います。 持ち越されちゃった。はい。はい、えー、と言いますのも、これさっきのグラフ戻りますけど、はい、結局10月に長期金利がピークつけて下がったんですよね。去年、はい。はい。で、これ見て株が上がった。うん、住宅価格も上がった。うん、住宅投資も盛り返した。これじゃあ景気が落ち着かないってことなんです。はい。で、それによって、<laughs> はい、えー、ハードランディングかソフトランディングかと言っておきながら、実はノーランディングで景気はずっといい状況が続いたってことなんです、うん、そうですね。はい、はい。で、その意味では、えー、ハードランディング。うん 深刻な景気交代になるのか、うん、あるいはソフトランニング、軽微な景気の原則で済むのかの議論を1年持ち越すことになりました。はい、ただ、この1年無駄じゃなかったのはですね、はい、これアメリカの青が製造業の ISM、それから赤が非製造業。こっちは1年経ってですね、はい、はっきりともうちょっと進捗があったんです。はい、どういう進捗かというと、これあのー、両方崩れる時きが×。うん はっきり言うとこれがハードランディングです。はあ、そして丸がソフトランディング。はい、確かに青の製造業は悪いんですけれども、はい、必須ス製造業が持ちこたえることで全体の景気がもう一回上方向に行けるっていうことなんです、はいはいで。今回1年経ったことで、これはやっぱり赤は十分持ちこたえている。はい、で、青の下に行く力についてもだいぶ弱ってきた。ということで、うん、私はソフトランディングがもうはっきりと近づいてきたと。 見ていいかというふうに思います。はい。そして、まあ、金融政策はもう、じゃあ、最終局面であり、もうほとんど利上げはないだろうということで、いいんでしょうか。ターミナルレートというか、議論もありましたが。そうなんですよね。はい、あの、私はもう一回利上げあるかないかっていうのは、これはもうさまつな話で、はい、あってもなくても、どっちでもほとんど変わりませんというところに来てると思います。はい、えで、ここのグラフは、えー、3つの金利なんですけれども、うん、10年国債金利か二2年国債。 だから政策金利。はい大体これ重なるところっていうのが、利上げが終わるところなんですん、はい、でその意味では、もう最終局面に来ているという理解でいいと思います。はい、そうすると、今度は市場のフォーカスが来年いつ何回利下げするのかっていうところに移ってくる、ね、はい、そうですね。こすねそこに移っていくと思います。はい。ということで、ソフトランディングでいけるんじゃないかという明るい話なんですが、はい、それにプラスして、 続いてはディーパー、シリコンサイクルの底が近いというお話。はい、これ半導体のサイクルですね。そうなんですよね。はい、あの、半導体のことをシリコンという、材料をシリコンと言うんですけれども、はい、やっぱり半導体の分野が動くことで、景気は大きな影響を受けるんです。うん、そこのところを今日グラフでいくつかご覧いただきたいと思います。これから出てくる2つのグラフですね、え<っ>今日の話のハイライト。ハイライト。シリコンサイクルの底が近い。 で、ここに2つグラフがあって、右側はアメリカの企業収益です。はい、はいえー。水色と黄色の棒グラフがアメリカの GDP と一緒に発表される企業収益。それから、まあ、ざっと同じ動きするのが赤の SP500 の一株利益です。はい、はいえー。で、ここ丸してるところはですね、えー、シリコンサイクル。はい。だいたい40ヶ月。三四、はい、3、4年のサイクル。 のピークをつけたところなんです。はいえー、2008年から3足して11年。はい、また3足して14、年。5年。はい、そこから3足して18年。3、4足して18年。はい、で、また3、4足して22年にピークをつけています。はい、はで今回ももうピークつけて下がり出して1年半経つんですよね。 3、四年のうち、三年に対して1年半だともう半分ですね。そうなんです。はいはい、ですからある程度調整は進んだということ。はい、で、さらに、えー、ここのところ、決算発表の場でも、はい tsmc、はい、あるいはサムスンはもうそこは近いってもうはっきり言ってるんです。言ってますね。はい、はい。そんなことから私はこれもあサイクルの底が見えてきた。終盤ですね。<の>はい。来年の遅くても46だと思います。早ければ13、はい、だと思います。はい。左側のチャットは何でしょうはい。で、このシリコンサイクルは ああ、アメリカのこの企業収益に出るんですけれども、いろんなところに出てくるんです。で、この左側にあるのは日本のいろんな経済活動の数字なんですけれども、はいはい、青は工作機械受注の数字です。ああ、設備投資にやってすね。長い期間取るとこれ見えなくなっちゃうので、はい、ここでは2014年以降なんですけれども、はいえー、ここで見てもやっぱりピークが15、18、うん 22二なんです。同じですね、アメリカの。はい、右と全く同じなんです、はいで。かつこれあの、グラフ左側も実はあって、うん、それで見てもやっぱり08年、11年。はい、全く同じなんです。はあはい、でなぜこのように同じになるかというと、こういう電子デバイス。 シリコンの分野っていうのは単にその分野だけじゃなくて、全産業を牽引する一番最初に動くところっていうことなんです。ですので、これが動いたらですね、はい、全部が後でくっついて動いていくといは。はい、というところからこういう循環が来るという見立てで見てていいと思います。はい、裾野が広いということで、そうするとす、ねまあ、まあすごくこう、株価に、全体の株価に及ぶ影響も大きいっていうことですね。はい、大きいかつ今年はですね、はい、あの特に凄森、コロナ禍の凄森で、はい、 pc、パソコン、テレビ、冷蔵庫、エアコン、相当売れたんです。そうですね。巣ごもりの時にね、20年、ね。売れたんですね、はい。なので、この在庫の調整で、ちょっと今回、非常に在庫のこのマイナスが長かったんですけれども、どはい、そろそろというところに来てると思います。あのちなみに数字で言うと、今年のですね、 スマホの販売は11億台で、はい、これこの10年で一番悪いんです。あ、そうなんですか。そのぐらい悪かったんです。ですはい。もうみんな買っちゃってたっていうことですね。すねこの2、3年前にね、はいで。その調整がそろそろ終わる。はい、これも、えー、経済のハードランディング、ソフトランディングといったらソフトだろうで。ソフトだったら企業収益良くなるだろう。それを補強する面で、はいえー、プラスの材料だというふうに見ていいと思います。はいはいまあ、株価と一緒に見ていきたいんですが、はい、その半導体 という従来の半導体、プラスアメリカでは今年、チャット GPT と言われる生成 AI っていうのも出てきたので、はい、さらに需要が出てくるっていう考えてもいいんですかねそうですねあの。ちょうど今、Google が出してるピクセル8はいる Pixel8 はい、はい、あの AI を組み込んでいてあの、聞かれました話。相当画期的な商品なんです。そう、いや、知らないですで。例えばね、集合写真10人撮るじゃないですか。はい、10枚。はい、で、1人は目つぶってる、1人は目開いてる、1人は笑ってる、1人は 横向いてるとこあったらですね、勝手に一番いい顔選んでくれて、もう一度。そういうのがね、どんどん広がるんです、これから。すごいですね。その代わり半導体いっぱい使いますので、まあそういういい商品も出るし、半導体の面でもいいし、魅力的だから売れやすいという循環になる可能性高いと思います。はい。はい。で、そういうのも反映してですね、これコロナ禍後の株価を見ると、上2本。 日本とアメリカが非常に好調なんですうん本当ですす本当ね,ねあのアメリカ株だけがいいというイメージあるかもしれませんけれども、はい、日本もこのように好調、はい、でしかもですね、はい、アメリカは SP500 なんですけれども、うん、これ実は2つにグループ分かれていて、はい、生成 AI の影響を受けて猛烈に上がってる10ぐらいの銘柄とあ<ー>その影響がむしろない490では全然時間動きをしてるんです。そうなんですね 生成 AI 関係はもうアメリカ独り勝ちになると思いますでも日経22号って生成 AI 関連銘柄っていうのは実はほとんどないんですよね。ないのに結構パフォーマンスいいんです、ねはい、でそれは、えー、やっぱりこのアメリカがあの生成 AI あるからこのような動きに対して、はい、あんまりないような日本がついていってるのはですね、はいえー、日本はやっぱり独自のプラスの要因があって。 で、それは、えー、経済安全保障とかですね。はい,はいはい。いろんな面がプラスになってくると思います。はい、なるほど。で特にこれはアメリカについてもですね。はい。生成 AI と、 それから経済安全保障の観点で、えー、半導体工場を作るとか、うん、あるいは産業政策で資金をばらまいて、補助金をばらまいて、えー、脱炭素の工場を作るとか、<ー>工場回帰の大ブームが起きてるんですよね。なるほど。うん、アメリカへの投資もすごいんですね。そうなんですよね。そんなことからアメリカの潜在成長率上がったんじゃないかという見方が今あるんですけれども、はい、じゃあ日本だって上がったんじゃないのということは私は言えると思います。はいはい 日本の場合には、これは、あの、TSMC、それからラピダス。はい、この2社だけで10兆円なんですよね。はい、で、さらに加えてマイクロンも約1兆円。はい、それから、えー、宮城県にも、あの、SBI なんかが一緒になって、はい、台湾のこう、デ,デの会社と一緒になって、半導体工場を作るんですけれども、これも,も約1兆円、うん 1> えー。さらに、防衛関係でもですね。はいはい、あの、日本がフィリピンなんかと純。 はい、同盟関係に入るとかですね。そうですねで。そうなってくると、日本のこの、いろんなこの、まあこれ武器輸出っていうと言い過ぎなんですけど、はい、そういうところがこれから広がっていくと思います。防衛関連銘柄、今ちょっと調整気味ですけれども、やっぱ、ね、息の長いものになると思います。国策銘柄と。はい。岸田首相ね、それでフィリピンとか、外交はすごくお上手なんですけど、その経済対策はあまり評判良くないです、ね。そうですよね。はい、経済対策は評判良くないんですけれども、はい、まああの、 日本はですね、はい、来年、年末、それから来年、今年度の末にかけて、うん、ガソリン代とか、あの、はい、電気代が、ガス代の補助が切れる可能性高いんですよ。はい、そうなってくると、これはやっぱり僕は、ええー、ある程度、あの、こう、ゆっくりと、突然金じゃなくて、はい、ゆっくり切るのがいいと思います。そうですね。はい。はい、のその意味では、はい、あこの、 えー、今回の減税はですね、非常に評判悪いんですけれども、はい、まあ私はある程度辛いな方がいいのかなというふうに思います。はい、というのもですね、はいえー、ここにありますう、緑が日経平均の前年比。うんで、はい、赤が景気ウォッチャー。景気、はい、ウォッチャーが限りが出てるってなると。ちょっとこうね、こうなってきて、ね。確かなんです、はいで。これはやっぱりコロナ禍の後のリベンジ消費が一巡した。はい それから、賃上げやったやったって言ってますけど、物価にはやっぱ追いついてないんです。実質賃金はずっと下がってる。はい。はい、これではやっぱり消費は持たなくなってくる。はい。で、さらに加えて全国旅行支援が終わったとか、うん。夏場にガソリン代が上がってしまったとか、うん。えー、いうことを考えると、はい。まあまあ、あの、ある程度これは僕は継続しておいた方がいいだろうというふうに思います。はい。 それからちょっと日本の今の問題というのは、あとドル円相場もね、はい、今年、だいぶ上がったということで、でね、まあ、えー、輸出金にとってはいいですし、GDP もね、拡大するんですけれども、ちょっと我々消費者にとっては気になるんですよね。そうなんですよね、えー。ここにありますグラフ、これあの、オレンジがアメリカの10年国債の金利ですよね。はいはい、それからこのお黒い線が円ドル相場と。はい、まあ、やっぱりあの、アメリカが、えー、利上げをする なので、えー、10年国債金利が上がる。それで円安に来たと思います。はい、あですけれども、もう一回利上げあるかないかっていうのはもうさまつな議論でですね。はい いずれにして僕はもう最終局面に来てると。はい。じゃこの,その意味では、円安も最終局面だろうというふうに思います。アメリカの金利はじゃあピークアウトしていくだろう。で、たや日本の金利も動き出すっていうね、そういう話が出てきましたもんね。はい、えー。日本はちょっと金利を今上げにかかっています。はい。はいえー、ただ、ここにありますグラフはですね、ええー、これ、あ、あのー、 赤が、えー、アメリカの10年国債金利、はい、それから水色が日本の10年国債金利、はい、結局、同じように動いてるんです。あアメリカの金利が上がれば、日本の金利も上がる、はい。引っ張られて上がってるだけというのが、本当のところだと思います。はい、じゃあなぜアメリカが上がってるのかというのは、冒頭の話に戻るんですけれども。 FRB が。無理筋で。無理筋で上げてきたので、さすがにそれもうやめますというところに来ている。はいはい、で、それと同じようにですね、アメリカが金利下がってきたら、日本もその金利上昇のプレッシャーっていうのはだんだん弱くなっていくというふうに思います、はい、じゃあそこに怯えることはないということですね。はい、で、これ、あのー、日本の10年国債と20年国債の金利で、はい、日本は、いずれにしてもですね、2013年3月が黒田日銀新体制。はい それから2016年がかなり異様な金融政策を実施した年でした。 で、その意味では、この二つを解除していく。という形で正常化に入っていくと思います。はいえー、ただもう今の水準というのはですね、うん、2016年の水準を超えて、2013年の水準にほぼ近づいてるんです。うん、そうですね。はい。さすがに16年のその異様な政策はまだ残ってんのに、うん、それをすっ飛ばして13年のところにまで行ってしまうというのは行き過ぎ感があるので、まあ私はこれはちょっと日本でも金利は行き過ぎ感があるので、若干ちょっと中性、修正の フェーズに今入っているのかなという理解でいいと思います。はい。ということで、まあ、円金利だけが上がるっていうことも考えにくいよなということなんですが、まあ、ドル円相場で考えると、ドル金利がピークアウトするならば、やっぱりドル円も、まあ、転換は近い。と思います。ということでしょうかね、はい。ただそこのスピードに関してはですね、はいはい、あの、アメリカの景気の減速がどの程度になるのか。はい そこの次第なんですけれども、はい、そこについては、まあ、あの、今の時点ではですね、あんまり言うのは適切じゃないかなと思います。はい。ただそこを見計らいつつ、えー、経済がソフトランディングと同時に株価もそこを打って上がり出す可能性が高いと思いますけれども、はいえー、その意味では、えー、株価は底固めのフェーズに入ったという理解でいいかと思います。はい。 ありがとうございます、はいえー。今日の動画へのいいねとチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。えー、今日は黒瀬さんにいろいろとお話伺いました。今日は貴重なお話どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。